h p エリート x 3にはナノシムカード2枚またはナノシムカードとマイクロ SD カードを1枚ずつ格納できますカードに保存されている情報にアクセスするために電話からいずれかまたは両方のカードを取り外さなければならないことがありますエリート x 3からマイクロ SD カードを取り外すにはすべてのアプリに進みストレージを選択します 一覧から、マイクロ SD カードをタップします。画面の一番下までスクロールし、削除をタップします。はいをタップします。トレイは電話の左側面の上部にあり、引き出すには爪を使います。トレイと電話の縁の間に爪をかけてスライドさせ、電話からトレイを引き出します。マイクロ SD カードを取り外すには、指で SIM カードを下から押し上げ、 カードを両側から挟むようにして持ちますトレイからマイクロ SD カードを外します SIM カードを取り外すには、指で SIM カードを下から押し上げカードを両側から挟むようにして持ちますトレイから SIM カードを外しますトレイに2枚の SIM カードが挿入されている場合、もう1枚のカードにも同じプロセスを繰り返しますからのトレイを電話に元通りに挿入しますトレイの縁を電話本体の縁に合わせてしっかりと押さえます